はい、どうもこんにちは。スタジオ K のひろあきです。今回からですね、スカイリブやっていこうと思います。いや、すごくなんか昔からあるゲームで、まあ、面白い面白い面白いって結構いろんな人から言われてたんですけど、ずっとやってなくて、今回プレイステーション4でリメイク、さらにセールしてたんでね、ちょっとやっていこうと思います。それでは Please any button ということで、おほ 音楽かっけえな。ニューゲーム、あれ、×ボタンか。新しいゲームを始めますか。はい、霊気の中、黒き翼のことを。富が戦いを遂行するとき広げられるその翼。アルドゥイン。スクラウクドーク。読めないよ、カタカナ。帰り、あ、もう動かせんだ、ここで。自分の足が見えないね。おい、そこのあた。え？やっと目が覚めたか。ああ、はい。国境を越えようとしていたんだろう。違うか。俺たちはあそこのコソドロと同じで帝国の罠に飛び込んだってわけだ。ストームクロー、お前らが来るまでスカイリムは良い土地だった。あ、スカイリムって土地なんだね。急げる場所だったんだ。連中がお前を探してるんじゃなかったら、とっくにあの馬をかっぱらってハンマーフェルウェイとおさらばしてたさ。そこのあんた、はいはい、こんなところに来たのが間違いだった。そうですね。帝国が狙ってるのはこいつらストームクロークだ。これで固く結ばれた兄弟姉妹だな。なあ、こそ。そこ、黙れ。こいつはどうかしたのか。言葉に気をつけろ。お前は上級王ウルフリック・ストームクロークと話をしているのだ。え？ウルフリック、ウィンドヘルムの首長。あんたは反乱軍の指導者なのか。だけどあんたが捕まったら、なんてこった。俺たちはどこへ連れて行かれるんだ。どこに行くつもりなのかは知らんが、ソブンガルデが待ってるんだ。いやだ、こんなの嘘だろ。こんなことあるわけない。本当だよ。お前はどこの村の出だ、馬泥棒。馬泥棒なの俺。どうしてそんなこと。ノルドは死に際にふるさと。あ、この人が馬泥棒なのね。ロリックステッドだ。故郷は、故郷はロリックステッドだ。これはティリウス将軍。死刑執行人が待機しています。よし、さっさと終わらせよう。将軍様、マーラ様、リベラ様、キナレス様、アカトシ様、とにかく神様を助け。神様の名前だね。見ろよ、軍政府長官のティリウス将軍だ。それにサルモールが一緒のようだ。胸くそ悪いエルフどもね。かけてもいいが、この件だって奴らが関わってるに違いない。ここがヘルゲンだ。昔ここの女の子に夢中になってね。ミロットは未だにジュニパーベリーを混ぜてあの蜂蜜酒を作っているのだろうが。そんなことがあったんだね。幼い頃は帝国軍の防壁や塔がこの上なく頼もしく思えたもんだがな。おっと、なんだよ、なんで止まるんだよ。おお、一旦の終わりだ。行くぞ。神様を待たせちゃ悪いからな。違う、待ってくれ。俺たちは反乱軍じゃない。反乱軍死ぬ前に少しは交通を見せてみる。コソドロメ、名前を呼ばれたら処刑台に進むのよ。一人ずつね。
帝国は忌々しいリストが大好きでな。ウィンドヘルムの首長、ウルフリック・ストームクローク。光栄です、ウルフリック首長。リバーウッドのレイロフ。え、何？死刑されんの俺。処刑されんの。ロリックステッドのロキール。俺は反乱軍じゃない、やめてくれ。止まれ。あ、逃げた。写真。他に逃げないものは。そこの前、前へ出ろ。私ですか。何者なんだ。何者かって聞かれた。え、何しようかな。うわ、怖っ。キモ。いや、なんかやだな、おっさん。ん？ハンマーフェルのレッドガードはタムエルで最も才能に恵まれた戦士であり、毒に生まれつき耐性がある彼らは。すごいね。呪文習得の速さと理解度が高く、はあはあはあ、ハイエルフ、あ、これか。ハイエルフは全種族で最も魔術に優れている。あー、ノルド。スカイリム住民は背が高く、髪は金色である。強くたくましいノルド、礼儀に対する、うん、戦士としての才能を広く。戦士なんだね。バトルクライという能力を使い、叫び声で敵に恐怖を呼び起こし逃走させることができる。すごいじゃん、ダークエルフ。やばくないこの顔。猫。あー、なんかオークって顔してる。あ、ウッドエルフっぽいね。あー、なるほどね。アルゴニアン、すごいね。なんかブラックマーシュ。いや、全くね、予備知識がないんですよ。なんか一番最初に選ばれたのこれだよね。なんかこれが普通なのかなみたいな。あ、体、あ、これで種族を決めて、体とかをこう変えられるわけですね。え、何しようかな。レッドガード。なんか召喚できんのかな、魂のうんたらかたらって。ドラゴンスキン。敵の呪文からマジカを吸収することができる。ブレンド。マジカってなんだろう。お金かな。盗賊っぽいのかな、これが。うん、ハイエルフ。うん。魔法、魔術に優れているのはいいね。でも魔法とか使うのかな、このゲーム。上下。ノールド。ノールド。なんかわかんないのかな、ステータスとか。あ、女性選べるんだ。ちょっと女性で見てみたいな。あー、ブサイクだな。これはやばい。これはわかんないでしょ、どっちか。あー、女性だろうが男性だろうがって感じかな。ブレンド。だから、これが一番なんか好きかな。プリセットってのが、あ、なんか関係なさそうだね、あんまり。すんごいプリセットがいっぱいある。どうしようかな。この人、美人。あー、まあ、黒人。まあ、男性。まあ、そうだな。そうだね。この人がスカイリムの住人なんで、この人で行きましょうか。まあ、性別は男性。プリセット。おじいちゃんだね、これ。ずいぶん。まあ、普通でいっか。白
白っぽくして重量。あーガリガリとか、あー脳筋おじいちゃんにしようか。なんかインストールが失わないですっけ。この感じいいよね、白にしてめっちゃかっけムキムキのおじいちゃん。いやーこれあれだな、選べすぎるな。いやーこれはありすぎるな。まあこんな感じでいきましょう。ちょっとあれですね、時間かかっちゃうんで。オッケー、ヒーロー、キッド、オッケー。悪い時にスカイリムに戻ってきたもんだな。同族よ。本当ですよ。隊長、どうします。こいつはリストにありません。リストは関係ない、死んでもらうだけよ。死んでもらうだけですか。ご命令通りに、隊長。火の毒に。だがあんたはここで自分のふるさとで死ねるんだ。隊長についていくんだ、囚人。この実態では死に場所も選べないんだろうね、きっと。ウルフリック・ストームクローク、ヘルゲンにはお前を英雄と呼ぶ者もいる。だが声の力で王を殺め、王座を奪うようなものを英雄とは呼べない。お前がこの戦争を引き起こし、スカイリムを混乱に陥れた。だがここに帝国がお前を倒し、平和を取り戻してやる。今のは何だ。なんか聞こえたね。どうってことはない、続けよう。はい、ティリウス将軍、彼らに最後の儀式を。エセリウスへ送られる汝らの魂に八大神の慈悲あらん。タロスの愛のために黙ってさっさと終わらせろ。お望みのままに。おいおい、昼になっちまうぜ。まだ朝なのか。我が父祖たちが微笑みかけてくれるのが見えるぞ。いやーちょっと見せらんないかなこれは。あはー、帝国の下道どもめ、裁きだ。ストームクロークにしよう。首がなくなってますね。次はそのボロを着たノルドだ。私ですか。なに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 、またあれだ、聞こえたか。次の囚人と言ったはずよ。斬首台へと進め、囚人。抵抗するな。はいはい、行きますよ。いやー早くもゲームオーバーか。首あるなー、人いるなー。一体あれは何だ。見張り兵、何が見える。なんかいたね。雲の中だ。うわ、おおすごい、天候が変わった。え、ゲームオーバー、ゲームオーバー。いくら神だ、そう何度もチャンスはくれないぜ。ほんとだよ、こっちだ。え、この人についてくれ。フリックスだ。一体伝説は本当なんでしょうか。伝説は村々を焼き払ったりはしない。怖くね。急いで移動するぞ。塔に上がる、行くぞ。塔に上がるの、じゃあ先行ってるね。おお、びっくりした。死ぬ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 
先行け、お前。お前先行け。道の反対側にある宿が見えるか。あの屋根を飛び抜けて、そのまま進む。行け。こっちは後から行く。そこ？こうか。うい。なんかいろいろ起こってるけど、この辺は使わないのかな。三角ボタンがジャンプ OK。ダミング、こっちに来い。今だ。こいつね。来た。うわ、怖。みんな下がれ。まだ生きてるか、主人。生きていたけりゃ、これから離れるんじゃないぞ。あらえが早く行って。軍団、そっちのことを頼む。俺はテリウス将軍を見つけて、はい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 、守備に加わらないと。なるほど。神々のお導きを祈る、ハドバル。え、どうすればいいの？え、逃げていいの？逃げていいの？あのマークについていけるのかな？壁際にいるんだ。OK。うはい。はい。ついてこい。なんか超余裕ぶっこいてんの、この人大丈夫なの？あ、なんか死んでる。目を離さないで。手を貸してくれ。どうしたの？あ、魔法ってあんな感じなの？いいな。俺とお前だけだし。イスミールにかけて歯が立たない。まだ来る。うわ、レイロズ、この裏切り者め、どけ。え、食らったよ。あ、これしゃがめる。いいだろう。お前たちあのドラゴンにソブンガルデを連れて行かれちまえ。ソブロ、目を離すな。砦の中へ。ついてこい、囚人。行くぞ。いや、助けてくれたんですね。レベル1。生き残ったのはどうやら俺たちだけのようだな。あれは本当にドラゴンか。ドラゴンでしょ。始末をもたらすものなのか。進まなきゃならないな。こっちだ。その高速を解けるか試してみる。お願いします。いいぞ、周りを見てみろ。いくらでも選び放題だ。俺は火傷に効くものを探すとする。はい、なんか周りのものを探すとする。装備を手に入れないとな。万人の宝物、宝箱。あ、これが入ってましたよってことなのね。あ、でバズボタンでも、あ、装備をそのままできるのか。オッケー。で、武器、鉄の剣、衣服。うん、こっちの方があれだもんね。防御力全然あるもんね。鍵、オッケー。その鎧を着た方がいいぞ。それにその剣も使ってみるんだ。急ごう。鉄の剣がまだうごついてる。木の器。あ、え、何でも取れるゲー、これ。何でも取れる感じなのかな。ジョッキ、まあ、なんかワインとか。ここにもあるよ。これは装備だね。オッケー。ここにもあるね。この中に何もない。自分で見たいときはスタートボタンかな。クエストジャーナルではすべて有効なクエストとそれぞれ現在の目標を一覧確認できる。バスを押すとそのクエストを有効にでき、これによってコンパスとワールドのマップ、ああなるほどね、行きたいところにクエストを続けとくと。なるほど。ってことはセーブ、クイックセーブ、なんだこれ。あ、これで見れるのか。なるほどね。
解放クエスト、装備品探す、脱出で塔に入って今逃げ込んでるってことだよね。 OK、 こっちへ来るんだ。四角で武器の装備、あ、こういう感じなんだね。ジャンプ、丸ボタン、え、破壊魔法は炎、ファイアーボール、アイスバーグ、ブレンダー、魔法を唱えやすくなる、スキル、アイテム、あ、これで見れるのか。武器はこれ、あ、2本持ってることになってんだ。今いらないね。 OK、 グズグズしてはいられない。もうしてない。ドラゴンは砦をバラバラにする気だぞ。そこを引っ張ると、ちょっと待って、息が切れてるの。聞いたか、ストームクロークだ。奴らを説得することができるかもしれない。こういう人にもできる。ちょっと待て、ここに来るべき。死にたいなら帝国にしよう。いや、ほら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 、後ろとってるやつだよ。オッケー。今の装備、あ、下にマイナスと書いてあるのよ。これは装備する、あとのはすべて取っとく。あ、盾があるね。装備するでしょ。鉄の剣、右手に装備したいな。あとは全部取る。お、なるほど。あ、なるほど。右と左で装備が変わるのか。なるほどね。斧を持ってるね。斧、なんか斧って感じじゃないな。まあ、全部回っとくか。ホキ。行こう。え、行くの？ホキ。カンテラ。ジョキ、ジョキ。いや、届け。え、どっち行った？こっちへ来るんだ。入った。この道をずっと行けば外に出られるかもしれない。はい。これは、じゃがいも、ベトル、あ、キャベツだよ、キャベツ。 OK、完全に地下に入ってってない？大丈夫なの？これなんかある？なんもない。うわー、怖い怖い怖い。なんか用途したね、今。簡単には諦めてくれないようだ。この道をずっと行けば外に出られるかもしれない。早く。なんかいるんじゃないの？帝国軍は薬を持っているぞ。俺たちにも必要になるだろう。生け捕りにはされないぞ。スカイリムのために。オッケー。やっ、見せこないか。スタミナが少ないため強力な攻撃がダッシュ、いや、ダッシュができない可能性がある。あ、立ち止まればいいね。逃げ場はないぞ。お前には負け。あ、スタミナってこんなにゆっくり。薬を探してみる。やる。装備品はまあもらっとこうか。あ、強そうだね。強そうですね、これね。これを右手に装備します。お、回復薬。 OK、調べらんない。この風呂の中ないない。箱の中もない。カゴの、カゴを取っちゃった。あ、なんか回復書、塩、料理とかできんのかなこれ。あー、なるほどね。両手剣、両手なのか。
スタートボタンじゃなくて四角ボタン、違う、何ボタンだっけ。丸ボタンか、丸ボタン、丸ボタンを押していこうか。武器をこっちに持ち替えて RL って感じか。なんか今すごいの持ってなかった俺、武器。防具なのかなこれは。あ、そうだね、川の盾、うん、 OK。 で、次はこっちか。はい。おいおい、問題発生が。なんだ。これ行け先に。拷問部屋か。こんなものの世話にはな。聞こえたか。ハドバル行け。ハドバル行け。はい。ちょうどいい時に現れたな。奴らは仲間の扱われ方を見て少々ゴリップらしい。何が起きてるのかわからないのか、うん、あ、重量制限あるね。ドラゴンがヘルゲンを襲ってるんだよ。ドラゴン、やれやれ、バカを言ってるんじゃない。あ、とはいえ心当たりがある。確かにこれ向こうで変なドラゴンポーンの書、タロスの教団、うん、第3、あ、ページをめくるとかあるんだ。多くの人はドラゴンボーンという言葉を聞いたことがあるだろう。我々を統治しているのはもちろんドラゴンボーンの帝王だ。しかしこの言葉の本当の意味は広く知られていない。タロスの教団に属する者にとってこれは大切なおかつ重要なことであるため、この本ではこれまでドラゴンポーンとして知られてきた者たちの歴史とその意味について終点を当てていきたいと思うと。ああ、なるほどね。この本ではドラゴンポーンっていう言葉の意味と、まあ、トラス教団に属する者にとって大切な、うん、うん、歴史についてね、大切なのかもしれない。この祝福受けた聖アン、アレシアの王者のアミュレットが与えられ、うん、最高神の神殿で初めてドラゴンファイヤーとされた。アトシュとの約束に関連して見てみる。アトシュ人間、うん、自分の心臓から血を取り出し、その竜の血脈を使って間ね、知らない言葉がいっぱいありすぎて読めないっすね。もらっときましょう。たんだ、一緒に来るんだ。あ、だからもらおう。ここから逃げなきゃ。ナップサップ。なにこれ。これは。もしや。坊やに何の権限があるって言うんだ。聞いてなかったか。L でロックピックを回転させ、R で。鍵を回転させる。え、むずくねこれ。お、できた。相手が襲われてると言ったんだ。あの年寄りのことは忘れて。全部もらっとこう。はい、いいから全部持ってけ。それでいいだろ。はいはい。持てるだけ持って。さあ、行こうか。こっちは、こっちは。なんかあ、ありますね。なんかありますね。これは、いいっすね。メンス。いいっすね。
ってことはですよ、丸ボタンを押して右やって、で防具の鉄の盾をゲットしましたよ。 OK、 これ鉄の盾になってるのかな。行こう。そっちからは出られない、分かってるだろ。え、そうなの。なんかいいアイテムはなさそう。そっちに行くのか。 OK。 うわー、なんかこんな中で死んでるよ。いらないかな、ゴロゴロのボール。宝物とかありそうだけどね。こっちだ。ちょっと暗いな、システム。何これ、モッドってなんだろう。何それ、ログイン中ってなっちゃった。あ、よくわかんないわ。戻ろう。設定、ゲームプレイかな。移動速度、難易度、表示。あ、そうだね、明るくないと見えないね。一回セーブしとこうか。これさ、もしかして、何今の、お前か。いいのか、ハルバルト、ハドバル。ここでは別行動は取らない方がいい。壊されてるのか。出口。帝国にしよう。哀れな奴ら。この程度か。まるで約束だ。ゴリゴリ来てるね。終わらせてやる。よしよしよし。お、あそこに弓兵がいるな。しっかりしょうがない。そい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 。これ毒じゃないよ。おいし、自分がモルドだって言うのか。あ、死ぬ。よし、OK。 お、なんかすっごい武器持ってんじゃん。この辺もなんか棒がある。全部もらっとくよ。これ動きが重くなってしまうということはですよ、いらないものは持ってかないっていうゲームかな。うん、そっぽいね。重さわかんないのかな。はい。あら、軽くなった。エステール、はい、間違えた。ステール、はい。まあ、盾は鉄の盾があるからいらないよね。すべて。あ、重量地味に重いんだね、この辺も。加工なんていらないよね。放棄も言わない。あ、金額書いてあるね。1って書いてあるの忘れちゃうぜ。こんなもんでいくか。
斧持ってたかな。これ重さないね。重量がゼロってことかな。これはじゃあ取ろう。ロングボウ。あ、これなんかすごい強くなるじゃん。装備これもらっとこう。はい、これ慣れるまで時間かかりそうだな。出口はこの先らしい。なんで私パンチなのかな。あ、これは多分私には向かないかな。武器、さっき持ってたのはこれか。重いよねこれね。使いましょう。していこう。うわ揺れてる。次は戻れないぞ。奴が頭の上に降りてこなくてラッキーだったな。あら。先に進もう。あ、こっちから行けそうじゃない。天才か私は。小銭取る。回復しよう。あ、出口はこの先らしい。あ、でこっから戻ってくるだけなのね。はいはいはい。オッケー。遅れるな。お前がな。小銭入れが起こってるときは9ゴールと。なんかいたね今ね。ないないない。どこ行けばいい。ここでは別行動は取らない方がいい。どっち行くの。そっち行くの。そこにいるよ。やはりその耳ではなかった。頑張れ頑張れ。そうだ行くんだ。いいね。こっちに向いてる時に私が後ろからほっほっ。 OK。 次は何だ。ないじゃか。ああ、これは金になるから取っとこうか。この辺にありそうだけどね。あんま気にしてても進めないねこのゲーム。行きましょう。早く急ぐんだ。急ぐ感じ。何これ、これ焼いてたでしょ。特に何もなし。ちょっと待った。目の前にクマがいる。見えるか。あれか。今はやり合いたくない。気づかれないようにこっそりと進む。はい。ゆっくり。足元に気をつけて進んだ。足元に気をつけて進め。もし自分が幸運だと思うなら、この弓を試してみるんだ。彼女が驚くかもな。先に行ってくれ。後ろからついていくよ。後ろは見ておく。
後ろからついてくる感じか。スーッとね、危機一発だったな。本当だよ。ここに来られたら困るね。行きましょう。ここから出られそうだぞ。もう無理かと思っていたよ。本当だよ。うわっ、スロープの格好はやめた方がいい。今日はスカイリムへ脱出成功ですね。待て。何？いるじゃん。もういなくなったみたいだな。オッケー。だが戻ってくるかもしれない。グズグズしてる場合じゃないぞ。了解です。ここから一番近い町はリバーウッドだ。俺のおじさんが風邪になって、お前に手を貸してくれるはずだ。はい、ということでね、別れた方がいい。一回ここで今ので多分クエストクリアってことなんですよね。どうやって見ればいいんだ、こうか、うん、解放っていうクエストをクリアしましたということで、じゃあ、 まあ今回はここまでにいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。また次回スカイリムの世界でお会いいたしましょう。またな。